Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. On se retrouve en ce lundi soir pour la suite de Scarlet Nexus, l'histoire de Kasane. Je regardais justement, on était dans l'interlude numéro 9. Et j'ai l'impression que j'ai deux histoires de compagnons à faire avant de lancer la suite. J'oublie personne. On va aller directement sur le jeu. Et je vais lancer ça. Donc du coup. Un ou deux? Ah non, c'est Gemma. Ok. Le tour il y a 2 secondes et je sais même plus où j'en suis. Kasane, chōshi wa dou da? Chōshi tte nan no chōshi no koto? Gutaiteki ni itte moraeru kashira? Karada no chōshi という koto da ga. Ah, ya, wasurete kure. C'est pour faire les premiers niveaux. Étape de relation de l'équipe. Une fois que votre affinité d'équipe a atteint un certain niveau, parlez à vos alliés pendant un interlude dont la planque déclenchera des épisodes spéciaux. D'accord. この間、俺が調子はどうかと尋ねたのを覚えているか。ええ、そういえば何か言っていたわね。あれは何だったの？妙なことを聞いて悪かったな。若者とどう話せばいいか、わからなくてな。俺はただ近況を聞きたかっただけなんだ。問題ないなら、それでいい。Maintenant, c'est la distribution de cadeaux. Oui, je suis sûr. Offrir 100 cadeaux au rapport d'objectif possible. Ok. Il y a un succès là-dessus aussi. Une bougie. Il est encore. Oh my god, c'est un... Tada. Et ça, non. Ah, c'est peut-être me faire up, ça. Voilà. Et on finit avec de l'alcool. Kanchasru. Je crois que t'as assez de bouteilles derrière toi déjà. Bah ça en fait plus. Du coup il est parti où? Ah il y avait... Ah là je sais bien qu'il y avait 3 personnes. Ah il y a eu tout en plus. Oh, attends c'est quoi ce délire? Bon, je continue avec Gemma et... C'est maintenant assis. Ah non ils sont tous... J'ai débloqué l'état de relation d'équipe. Ok. この後は予定が空いているわよね。だったらみんなで親睦パーティーをしてみない？ユイトたちが留守なのは残念だけど、ここにいる6人だけでもどうかしら。おお、いいこと言うじゃん、教科お姉様。Merci, son là。パーティーって響きだけで血が騒ぐね。悪いけど私はパスだ。パーティーって響きだけで。眠くなる。バカバカしい。僕たちは海抜群なんだぞ。そんなお遊びのために集まっているわけじゃない。お遊びというわけではないのよ。みんなで共同作業してお互いの気持ちが通じれば戦いでも役立つでしょ。それにきっと
いい思い出になると思うの。もちろんみんなが良ければだけど。私賛成です。最近は戦い続きでゆっくり息抜きする機会もなかったですしね。俺も当然大賛成だぜ、強化お姉様。人生楽しめるうちに楽しんどかなきゃな。私はあまり楽しめそうにないけど、強化の話も一理あるし、反対する理由はないわ。4対2か。これは止める方が疲れそうだな。仕方ない、私も消極的にだが賛成するよ。ありがとう。じゃあ決まりね。みんなで分担して準備をしましょう。待て、言っておくが、僕は何も手伝う気はないぞ。そもそも承諾した覚えもない。あら、そう？試練に任せたい大事なお仕事があったのだけど。大事な仕事？アジトの飾り付けよ。センスが問われる仕事でしょ。難しい作業だけど、試練ならできると思ったの。センスか。確かにお前たちに任せるとアジトが見苦しいことになりそうだな。いいだろう、僕がやる。割と乗せられやすいやつだよな、お前。よろしくね、シデ。嵐は食事の用意を頼むわ。はるかにはパーティーの司会をお願いできる？食事か。ま、なんとかしてみよう。私も了解です。いつものオペレーターの仕事とやることは似てるかな。そんじゃ俺はパーティーの盛り上げ役を買って出るぜ。最高のパーティーにしてやるから楽しみに待ってろよ。お前、あれだけ言っておいて準備は手伝わないのか。まったく、なんてやつだ。杏花、私は何をすればいい？じゃあ私と重ねは手分けしてみんなのお手伝いをしましょう。きっと楽しくなるわ。嵐、食事の準備を手伝いに来たけど、そこで何をしているの？何も。ここに来るだけで精神力を使い果たした。パーティーの食事って何を用意すればいいのかしら。私は食べられれば何でもいいんだけど。同感だね。うん、つまり何を用意しても私と重ねの二人は必ず満足するということか。参加者の3分の1が満足できればパーティーとしては十分成功と言えよう。よし、ならばあれで決まりだな。あれって一体何を作るつもりなの？私が考えうる最高の食事だよ。そして最も効率的な食事だ。何しろ事前の準備が何もいらないのだからね。というわけで私の仕事は終わりだ。では失礼。とりあえず手伝いは不要みたいね。他に行きましょう。何をしに来たんだ、重ね。手が足りないかと思って。必要なら手伝うわよ。僕なら問題ない。飾り付けは強化が複製維持時間を逆算して増やしてくれるらしいからな。しかし、まさか海抜群に入ってまでこんな子供じみたことをする羽目になるとは。まあ、任された以上は手を抜くつもりもないが。どうだ、見てみろ。普段とは見違えただろう。さあ、私にはあまりよくわからないわ。何？この程度じゃ地味だとでも言いたいのか。何かもっと派手なものを探してくるか。批判したつもりではなかったんだけど、まあやる気はあるみたいだし放っておきましょう。カゲロウ、こんなところにいたのね。わざわざ透明化までして何をしてるの？ああ、まあちょっと一人で考え事ってところだ。考えれば考えるほど深刻な問題があってな。
つうかこのメンツでどう盛り上げるんだ。何しろ嵐は嵐だし試練は試練だ。盛り上がりなんて必要なのかしら。集まって食事をするのが目的でしょ。はあ、その上かさねちゃんもこんな感じだしな。パーティーがしけた空気で終わると虚しくないか。そういうものかしら。それで私に何か手伝えることはある？かさねちゃんにもできそうなのはコール&レスポンスぐらいかね。パーティー中に俺が盛り上がってるかって聞くから大声でイエーって返事をしてくれ。嘘でもなるべく盛り上がってる感出しときたいんだよ。返事がなきゃ俺がバカみたいに見えるからさ。どちらにせよバカみたいだと思うけど、まあいいわ、必要だって言うなら。さすがかさねちゃん、頼んだぜ。あとはインパクトだな。何かドカンと派手なやつを。あら、かさね。今はるかと挨拶のスピーチを考えていたところだったの。みんなの様子はどう？そうね、少なくとも各自の役割は果たしているわ。京花、ずいぶん熱心なのね。そうね、前からいつかみんなでこんな風にパーティーができたらと思っていたの。やっと機会ができて、それにみんなも協力してくれて夢が叶ったみたいでとっても嬉しいわ。確かにこのメンバーで協力して何かするって珍しいですよね。みんな基本マイペースだし。よーし、じゃあその思いを言葉に込めてもっとスピーチの内容を練っていきましょうか。京花、本当に楽しみにしているみたいね。パーティーの準備あれでよかったのかしら。というわけで、こうして集まれたことに感謝しつつ、一緒に戦う仲間として親睦を深める貴重な機会を。はるか、気を悪くしないでほしいが、もう挨拶は十分だろう。15分は喋りっぱなしだぞ。え、そんなに経ってた？じゃあ挨拶は省略して親睦パーティーを始めましょう。ヒューヒュー、いいぞはるか。お前ら盛り上がってるか。イエーイ。なんだ今のやる気のない返事は。かえって気分が盛り下がったぞ。あのな、そういうこと言うから盛り下がるんだっての。だいたいお前のこの証明は何なんだよ。ああ、その派手に飾った方がいいと思ってな。確かに少しばかりやりすぎたかもしれないが、こいつは派手とかいう問題じゃねえだろ。眩しすぎて部屋の中が見えねえぞ。僕は自分の役割を果たしただけだ。それより問題はこの食事だ。なんだこれは。私が腕によりをかけたフルコースだ。豪華な晩餐を楽しみたまえ。礼はいらないぞ。コーラとレーションだけじゃないか。豪華な晩餐どころか普段の食事よりひどいぞ。心外だな。コーラに最も合う味は何かと私なりに吟味したんだ。ああ、予想通りグッダグダだなこりゃ。どうしましょう。なんだかパーティーって感じの空気じゃないですけど。ごめんなさい、企画した私の責任だわ。みんなに楽しんでもらえればと思ったのだけど、無理を言って振り回してしまったわね。何を言ってるんだ京花。私はかなり楽しんでいるぞ。え？むしろこんなに居心地のいいパーティーは初めてだよ。シデンもさっきから文句を言いつつ顔は楽しげだぞ。僕は、まあ退屈はしていない。
大体僕がこれだけ準備に時間を割いてやったんだ。今さら中止するなんて言わないだろうな。二人とも、まあ確かにグダグダでしっちゃかめっちゃかだがね、ありきたりのパーティーより我々らしくていいさ。まあ俺たちらしいといえばらしいパーティーではあるな。それにパーティーなんてのは楽しんだもん勝ちだ。かげろう、みんなありがとう。そうね、このまま私たちらしいパーティーをしましょう。それじゃあパーティー続行ね。さあ次は試練の宴会芸よ。皆さん拍手を。な、宴会芸？僕は聞いてないぞそんなこと。え、でもカゲロウがそう言えって。カゲロウ、何のつもりだ。いや、俺昔瀬戸隊長に聞いたんだよな。放電能力者だけが使える伝説の宴会芸があるってよ。まさかあれのことか。確かにやり方は教わったが、この僕が宴会芸など。おいおい、秘伝の技を腐らせとくのか。見たいな、シデン君のかっこいい技見たいな。いいだろう、見せてやる。しかと目に焼き付けておけ。ほー、なにこれ、すごっ。おう、いいぞいいぞ、もっと派手にやっちまえ。あら、重ねも楽しんでくれたみたいね。やっぱりパーティーをやった甲斐があったわ。そうね、自分でも少し意外だったけど楽しかったわ。確かに京花の言った通り、これもいい思い出なのかもしれないわね。たまにはゲンマに話しかけてみようかしら。Okay, donc c'était l'interlude de groupe. Et donc du coup là je vais pouvoir lancer le bon...Non, je sais pas. Ok, j'ai pas trop compris. Ok, j'en avais deux qui s'allumaient comme quoi je pouvais faire quelque chose. Il y avait toi aussi. Et finalement, il n'y a plus personne. Non, c'était Eden, juste un...Ah bah lui, oui. Ok. なるほど。悪くない。なるほど。悪くない。C'est pas trop mal。おい、今いいか。大丈夫よ。どうしたの？少し聞きたいことがある。一緒に来てくれ。何？こんなところに連れてきて。ここなら他のやつに聞かれないからな。これを見ろ。これは最近の戦闘分析データ。細かいデータは気にするな。見てほしいのは怪異撃破効率だ。このところ試練の数値が一気に伸びてるのね。訓練の成果が出てきているんじゃない？そうだ。だがお前は僕のさらに上を行っている。私？ほんの少しの差だけど、こんなの誤差の範囲じゃない。いいか、僕はお前の言う
ほんの少しの差をこれまで一度も埋められたことがない。研究と努力をどれだけ重ねても追い抜けないなんて、どう考えてもおかしい。恥を忍んで聞くぞ、カサネ。お前はどんな秘密の特訓を行ってるんだ？秘密の特訓？そんなものやってないわよ。いや、戦う際の秘策や特殊な思考法が必ずあるはずだ。何もしてないったら、私の行動を見ているなら特別なことはしていないとわかるでしょ。そんな、まさかただ単に才能の差だとでも言うのか？それが事実なら、経験や努力をもってしても一生お前に追いつけないじゃないか。よくわからないけど、私に追いつく必要があるの？一生お荷物になっていろというのか？バカにするな！認めるのは悔しいが、このタイの奴らはみんな才能にあふれたトップクラスの実力者だ。あのカゲロウですらな。だが僕だけは違う。お前らみたいな才能なんてこれっぽっちも持ってない。一緒に並んで戦うためには、石にかじりつくような努力をしなくちゃならないんだ。努力の結果は出てるじゃない。私はあなたをお荷物だなんて思ってないわ。このデータを見てもそう言えるのか？どれだけ必死に訓練したところで、現実はこのざまさ。これが僕の限界だって言うなら、僕はこれ以上この隊にはいられない。シデン、追いかけたところでどうするの？気持ちを伝える方法がわからないわ。カサネ、今シデンがこの部屋から飛び出していったけれど。ええ、ごめんなさい。私またシデンを怒らせてしまったみたい。謝らなくていいわ。きちんとコミュニケーションを取ろうとした結果でしょ。生まれや育ち、考え方の全てが違うんだもの。気持ちなんてすれ違うのが当然だと思わなきゃ。でもそれだといつまで経ってもシデンに分かってもらえないままだわ。そうね。カサネはシデンにどうしてほしいの？どうって、仲間としてこれからも一緒に戦ってほしいわ。その気持ちをシデンに伝えたことはあるの？追いかけて直接言ってみたらどうかしら。また怒り出しそうな気もするけど、いえ、伝え方の工夫がまだ足りてないのかもしれないわよね。分かったわ、追いかけてみる。シデンの行き先に心当たりはない？シデンならセイランの町の方へ向かってるわよ。ハルカ、どうしてシデンの居場所を？私、みんなのオペレーターよ。シデンが急にアジトを出て行ったから、またカサネと喧嘩したのかなって思って。さすがハルカね。その通りよ。知らせに来てくれてありがとう。行ってらっしゃい、カサネ。うまくいくよう応援しているわ。Ah mais d'accord. Je pensais pas qu'il y aurait une... quelques secondes de marche à faire. Mitsuketa wa yo, Shiden. Kasane, nan de oikakete kitan da? Kaere yo. Doko e iku tsumori nano?あなたが悩んでいることは分かったわ。努力しても結果が出ないのは確かに苦しいと思う。でも人より強くなれないからって逃げ出すのはどうなの？シデンはそんな人じゃないでしょ。お前が勝手に買いかぶっていただけだろ。本当の僕はこうなんだよ。実力もないのにプライドばっかり高くて、いつも周りの目を気にして人より劣っているかもしれないってことに怯えながら虚勢を張って戦ってるんだ。
気を悪くしないでね。どうして優劣を気にするの？この力が役立つかどうかは状況にもよるでしょう。お前は自分の力を制御できなくなったことがあるか？力って超能力のこと？ああそうだ。僕は幼い頃この力のせいで事故を起こしたことがあるんだ。その時は運よく怪我人が出なかったが、誰かを傷つける可能性は十分にあった。次に事故を起こしたら誰かに怪我を負わせるんじゃないか、最悪の場合死なせてしまうんじゃないか。絶縁体の手袋をつけて超能力制御の特訓を続けてもその不安は消えてくれない。僕は幼い頃から一度だって自分の弱さに打ち勝てたことがないんだ。シデンは今の自分に不足を感じているのね。私はシデンに実力が足りないなんて思わない。その冷静な分析力や判断力が私たちの隊には必要だもの。お願い、私たちのところに戻ってきて。私はこれからもシデンと一緒に戦いたいわ。僕は怪異警報。カサネ、シデン、セイラン市内への怪異の侵入が確認されたわ。怪異が？予報は出ていなかったはずだろう。予報が外れることだってあるわよ。おかげで逃げ遅れた市民が市街地に残っているの。行きましょう、シデン。市民を助けないと。ああ、ハルカ、怪異の出現地点を送ってくれ。ここは僕の実家の近く？え？ハルカも知らなかったのね。討伐部隊は向かっているの。紹介任務に当たっていた部隊が出撃してるけど。それなら周辺の市民の避難を優先するべきか。父さんたちならきっと避難を済ませているはずだ。出現地点へ向かった方がいいわ。家族が心配なんでしょう。余計なことを言うな。海抜群たるもの、家族よりも市民の救助活動を優先すべきだろう。強がりはそのぐらいにしなさい。手の届かないところで家族を失ったら一生後悔するわよ。分かった、行ってくる。ええ、急ぎましょう。待て、お前も行くのか？当たり前じゃない。早くしてちょうだい。置いていくわよ。おい、なんでお前が先行するんだ？こっちからもサポートするわ。二人とも十分に気をつけてね。どういうことだ、怪異がまだこんなに。報告より数が多かったのね。討伐部隊の手が足りないんだわ。私たちも加勢しましょう。待て、あれだけの数の怪異、僕たちが加勢したところで抑えきれるのか？援軍が来るまで待つべきじゃ。グズグズしていたら市民が襲われるわ。私はここで奴らを足止めする。この数を相手に自殺行為だぞ。他にみんなを助けられる人がいる。やれるかどうかじゃなく、やるのよ。くそ、そんなの僕だって分かってるさ。瀬戸さんだって同じことを言うはずだ。援軍が来るまで市民が逃げ切れる保証なんてない。父さんや母さんだって。だから奴らを食い止められるのはここにいる僕たちだけなんだ。瀬戸さん、力を借ります。行くぞ、重ね。僕の足を引っ張るなよ。それはこっちのセリフだわ。協力してもらうわよ。あ、サッパーオンコンボUn autre est apparu. Plusieurs autres. C'est quoi comme capacité? C'est quoi comme capacité?
Ok, je vous écoute visiblement. Elle tombe. Ouais, c'est ça qui va être chiant.全部ね。シデン、大丈夫？大丈夫に決まってるだろう。僕を誰だと思ってる。注意はしていたから、逃がした個体はいないはずだ。どうにかここで封じ込められたと思うが。ハルカ、こちらシデン。現地点に出現した怪異は殲滅した。他の地点での目撃情報はないか？ちょうど今通信を入れようと思っていたところよ。セイラン市内に出現した全ての怪異はその殲滅を確認。二人とも随分無茶をしたみたいね。お疲れ様。救助隊もそちらへも向かっているわ。市民は全員避難先で無事を確認できたそうよ。負傷者もゼロ。よかったわね、シデン。そうか、そうか、よかった。家族に会ってきたら？いや、無事が確認できたならそれでいい。そう、それじゃアジトへ帰りましょうか。悪い、いい動きをしていたわね。判断も的確だったし、随分助けてもらったわ。お世辞を言うな。僕は無我夢中で戦っていただけだ。それだけ集中できていたってことじゃない？お互い余計なことを考える暇もなかったものね。まあな。だがこれは正式な出撃じゃない。評価されるデータも一切なしだ。不満なの？いや、これは達成感と呼ぶんだろうな。瀬戸さんのマスクをつけたことにも後悔はない。あなた自身がそう思うなら、その気持ちはどんな分析データよりも価値があるわね。そうだな。データでなくとも残るものはある。そんな風に感じたのは初めてだけどな。重ね、僕はもうしばらく舞台にいる。
いつまでだっていてくれていいのよ。得られるものがあると思う間だけだ。この舞台は意外と居心地が悪くない。そう言ってもらえてよかったわ。ありがとう、シデン。僕はお前がリーダーにふさわしい器だなんて褒めそやすつもりはないが、それでもお前の代わりをできるやつが他にいないのは確かだろうな。認めるのは尺だが。遠回しで何が言いたいかよくわからないわ。つまりどういうこと？要するにお前はよくやってるってことだ。あくまで今のところはな。どんなに気の合わない人間。Ok, je pense que là du coup j'ai fait le tour de tous les coéquipiers normalement. Et que je peux continuer la quête principale. Ok. Une petite sauvegarde quand même d'usage.